を記記念念しして放送した開局記念特別番組山田久志通常番組の編成ではあるが、内容がオールリクエスト40年間のゆかりあるゲスト40年間のゆかりある企画で構成された。また、すべての番組に山田が出演した。また、この日から東京 FM40 のジングルが使用されている。 特別企画 JET ストリーム9時4分頃渡辺サダオマイディアライフ12時頃ろ。に転した際に制作された、非売品 LP、新宿の空から美しい歌を、に収録されているバージョンを使用、パイオニアサウンド、アプローチ13時38分頃アースデイコンサート14時38分頃週刊 FM サウンドスペシャル17時21分頃 らい海ウィズキャラメルママ、開局30周年記念番組20世紀は、ポップスだ。より弾き語り音源17時39分頃2010年4月26日、東京 FM のイメージカラーのピンクにライトアップされた、東京タワー。この3時間は、東京タワー、大展望台クラブ333から公開制、放送された。 19時から21時のパーソナリティは、山田久志及びラブ。21時からの最後の1時間は、東山校長、八代京頭が、メイン、スクールオブロック、エディションとして放送した。東山、八代自体は20時45分頃から出演。山田、ラブの出演は20時54分頃までまた、19時5分頃から24時まで。 TFM 開局40周年記念、ドリームピンクダイヤモンドベールとして、東京タワーが東京 FM の現在のロゴカラーで、あるピンクにライトアップされるという。なお、このライトアップの模様はユーストリームで、生中継された。カメラ自体は、FM 東京の関連会社である、FM サウンズの入居するビルに設置された。 東京 FM ラボ参照のこと特別企画2010年に JFN の先発4曲である東京 FMFM 愛知 FM 大阪 FM 福岡も40周年を迎えるため4曲をネットする番組も多く編成される4月22日東京 FM&JapanFM ネットワークプレゼントアースデイコンサート20104月29日出光エナジーステーション 小泉インモーション2010小泉京子のブログ5月3日優しいお遊び15周年東京 FM 開局40周年記念特別番組桑田圭介の激しいお遊び真夜中の生歌オール、リクエストショー途中疲れたら CD かけるんでごめんねスペシャル激しいお遊び5月4日東京 FM40 周年ショパン生誕200周年記念企画 パナソニックプレゼンツ横山幸雄ショパンプロジェクト世界中に音楽を送ろう。横山幸雄ショパンプロジェクト世界中に音楽を送ろう。ありがとうございます。